イヴァン修道院にある、オディギトリアの生新女聖堂は三つの戦闘のある、聖堂としては三本の指に入る大きさのもの。もう二つは、ウグリチとモスクワに存在するブヤ島は、ロシアのスモレンスク州にある都市。ドニエプル川の支流ブヤ島川沿いにあり、スモレンスクとモジャイスクの中間地点にある。西からモスクワへ向かう侵略軍に対する、防衛戦が何度もこの町で戦われている。 人口57,545人。部ヤ島の名は、年代期の1239年の上に所出するが、それ以前から集落があったものと考えられる。当時、部ヤ島は、流陸町スモレンスク公国の冒険の所領であった。1403年、部ヤ島公はリトアニア大公国に追われて、モスクワへ逃げ、以後モスクワ大公国で、貴族ビアャゼムスキー家となった。 その有名な子孫には、プーシキンの親友で、自身も詩人であったピョートル・ビアゼムスキー公爵や、フランスの女優、小説家で一時ジャンリュック・ゴダールとも結婚していた、アンヌ・ビアゼムスキーがいる。クレムリン唯一の遺構、スパスカヤ島1494年、ブヤ島は、モスクワ大公国に占領されその要塞となった。クレムリンの党のうちスパスカヤ党だけが、今も残る。 さらに二つの重要な修道院が作られ、石造りの聖堂もその中に建てられた。そのうち三つの戦闘のある、スモレンスクのオディギドリアの生信条の遺恨に捧げられた聖堂は1638年に完成したものである。同じ修道院には1656年に遡る聖堂もある。また町の大聖堂は1676年に建造された。 その他多くの聖堂があるが、ほとんどはバロック様式で建てられている。ブヤ島を舞台にした戦いには、ナポレオンのロシア侵攻の最中の1812年に起こったブヤ島の戦いがある。モスクワから撤退中の3万7千人のフランス軍と2万5千人のロシア軍が1812年10月22日にブヤ島近郊で衝突した。 ミハイル・ミロラドビチ率いる前衛とマトベイ・パラトフ率いるコサック部隊がルイ・ニコラ・ダブーの率いるフランス軍の最高尾部隊をブヤ島の東方で襲い撤退路を塞いだ。ウジェーヌ・ド・ボアルネとユーゼフ・ポニャトフスキに救援されたダブルの部隊はロシア軍による包囲を突破した。しかしこの後のフランス軍によるブヤ島近郊の高地及びブヤ島市の確保の試みは成功せず。 10月22日の夕方までにロシア軍がブヤ島を陥落させ、フランス軍は火を放って退却した。ロシア軍の犠牲2000人に対し、フランス軍は6000人を失い2500人を捕虜にされる大敗を起死した。ナポレオンに対する戦勝記念碑、第二次世界大戦でもブヤ島は戦場となった。モスクワの戦いの最中、 ブヤ島は1941年10月7日にモスクワへ進むドイツ国防軍の手に落ちた。これに対しモスクワ近郊で踏みとどまった赤軍は反撃に出、激しい戦いの後に1943年3月12日にブヤ島を奪還した。町の大半は戦闘で破壊され、戦後に再建された。 戦争前に6万を数えた人口は716人にまで減少し、建っていた建物はわずか3つだけだったとされる。今日では鉄道の結節点となり、モスクはサンクトペテルブルク、カルーガ、ブリャンスクからの路線が集中する。ありがとうございます。